はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バープロサクセススペシャル、今回はこちらのバンプ高校デビューガチャを引いていきたいと思います。バンプ高校がいよいよ実装となりまして、そのバンプ高校の、4キャラですね、こちらがデビューとしてピックアップされてますと。でガチャの内容は初回10連パワーストーン150個で引けて、4キャラのうち PR 以上が1枚確定で、 SR の出現率は2倍となってます。で2回目が SR 以上1枚確定で、3回目が4キャラのうち SR 以上が1枚確定してますということで、 SR の確定の回は出現率はそのまんまで、確定してない時が SR の出現率がアップしてますというような最近のガチャの傾向となってます。でバンプ高校4キャラですね、これは誰が出ても全然使えるキャラになってますので、今回はね普通に3回目まで引いていきます。できればねミサちゃん、出ていただけるとすごい助かるんですけれども、ミサちゃんはね自分の中では相当推しの彼女キャラなんで、ぜひとも欲しいところではありますね。じゃあちょっとガチャの画面へ行きましょう。プレミアムと、じゃあもうそのまま10連単ガチャから引いていこうか、せっかくなんで。じゃあ単ガチャの、15個パワーストーン使って、R 以上確定のこっちを1回やりましょう。単ガチャの奇跡はね本当嬉しいっすよね。今まで2回くらいかな、3回くらいあるかな、単ガチャから SR が出たっていうのは。とりあえず、ミサちゃんの PR か、いいねいいねいいね。じゃあ、そのまんま10連に行きましょう。とりあえずググポン。お、赤背景1枚。さあこの確率アップしてるとはいえなかなか厳しいと思うんだよね。レンジャーくんか、レンジャーくん、これは完全にミキサーだな。ミサちゃん PR と R がちょいちょい出るね。この中で PR、神宮寺が結構嬉しいかな。上限解放していきたいですね。ちょっと SR 出たとはいえレンジャー君だったんであれですけれども、じゃあ2回目に行きましょう。これは普通に SR が確定しているので誰が出るかというところですね。2枚入ってればもちろんそれはそれで嬉しいんですけど、1枚ですね。ここは確率アップがないんで。おお、普通の普通のヒカミンか。ハイズカの R ね、河本の PR、 ナイトメールの PR。ヒカミンはね、なんだっけ、ユニフォームがいるんで、どっちもね、レベルは上げてないんだけど、どう運用していこうかなっていうところですね。それは考えるとして、じゃあ3回目に行きます。3回目はこの3キャラの中から、ごめんなさい、4キャラの中から1枚出るんで、誰が出るかというところですね。ポーン、ここも1枚か。シモンタイト大使よくなんかよくタイトって間違えちゃうな。シルバーバレットがね結構打ちにくいオリジナルストレートみたいなんで、 PR も普通に出たな、というようなところでしたね。で4回目以降がこの PSR の、出現率もね3倍になってるんで、なんかね割かし美味しいかなと思うんですよ。とりあえずまだ石の方は1回引ける分があるんで、これどうしようかなというところで悩んではいるんですけれども、ちょっと今回はこれで止めておいて、であと暁の、サクチャレが終わったので、ちょっとそちらの結果を見ていきましょう。これか。ランキングとしては737位でしたということなので、仙道の SR が2枚、
で、SR チケットが1枚、報酬としてもらえましたというところですね。まあ、今回のね、暁のサクチャレはそんなに上位を、狙うっていうような、感じのものじゃなかったので、まあ、ぼちぼちやって、まあ、SR チケットももらえたし、仙道ももらえたし、まあ、神楽坂くんもねプラ3にはならなかったですけれども、まあ、みんなに配ってるような感じだったので、まあ、そんなにハゲることなくゆったりとしてできた感じですね。というようなところで、じゃあちょっと今回はこれで終了して、次回はこのバンプ高校ですね、こちらのサクセスをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。